年齢ってお伺いしてもいいですか？34歳です。今どういったお仕事をされてますか？職業肩書きとしては放送作家という、まあ、別名構成作家という言い方もするんですが。会社か何か所属されてる感じですか？放送作家事務所というのがあって、そこに所属はしているんですが、まあ、基本的にはフリーランスの仕事になります。お仕事の形態としては契約社員ですか？フリーランスみたいな形？いや、完全にフリーランス。仕事内容は主にどういったことされてますか？まあ、テレビ、ラジオが中心ですが、それの台本を書いたり企画を考えたりとか、まあ、そういったことが主なメインで仕事になります。話せる範囲で、その例えばどういった系統の番組といいますか、まあ、ニュースなのかバラエティなのか。まあ、私個人の話で言うと、まあ、バラエティ番組とか情報番組が多くて、まあ、中にはワイドショー番組とか、そういったものもやってますね。そのお仕事の、楽しい部分と逆に大変だと感じる部分をお伺いしてもいいですか？まあ、楽しい部分は、まあ、やはり自分の考えたものが映像に乗って、まあ、それをたくさんの人が見ると。で、今の時代っていうのはもうツイッターとかそういったものですぐ反応がわかるわけですよね。うん、で、まあ、それでまあ面白いって言ってもらえたら、まあ、当然やりがいはあるかなと思います。大変なことというのは、とにかく時間が、まあ、全く9時5時みたいな仕事ではないので、まあ、なかなか寝れない期間が続いてしまったりとか、まあ、その時間が不規則っていうことが一番辛いところでしょうね。残業とかそういう概念はないってことですかね？仕事が終われば終わるし、終わらなければ永遠にやるということで、まあ、もう残業とかそういう問題ではないです。何時から何時までという仕事ではないです。じゃあ例えば徹夜されたりみたいなことも？そうですね、まあ、徹夜ももちろんあるし、まあ、だからそれは自分でどういうふうにこうスケジュール組んでいくかですね。週に大体どれぐらい働いて、お休みはどれぐらい取れるのかってありますか？基本的にはお休みっていうものが、まあ、ないです。なので単純に、まあ、仕事がちょっとぽっかり空いた時に1日2日とか何もない日がある時はありますけれども、まあ、基本的にはその年末年始以外は、まあ、1日の中で何かしらやってるという感じですね。大体でいいんですけれども、年収ってどれぐらいもらえる感じですか？年収はですね、まあ、ピン切りなんですよ。だからゼロの人もいます。逆に数千万という人もいます。ご自身はちなみに？私は、まあ、もうちょいで1000万いくかっていうところですけれども、それが平均ぐらいになるのか、ちょっとその辺は統計が、ね、どうなってるのか分かんないですけれども、もらえる人はもらえるし、全然もらえない人はもらえないしってお仕事。そうです。まあ、要は仕事をやった分だけギャラが入ると。だから仕事が多ければ給料も高いし、1個しかなければ1個分の、給料しかない。多分これもピンキリだとは思うんですけれども、はい、大体例えば お仕事一案件あたりおいくらとかってあるんですか？人によって変わるんですよ、これも。まあ、大体の相場で言うと、1回の放送につき、まあ、3万円とかというのが、まあ、最低ラインでそのぐらいなのかなと思います。放送作家っていうのは どういうものを書かれるんでしょう？番組のまず、演者さんっていうのがいますよね、うん、その出演者の方、芸人さんだったりとか、まあ、女優さんだったりとか、まあ、いろんな人が集まって、その、まあ、スタジオというのを組むんですけれども、まあ、そのスタジオの中でどういうトークテーマで話していくかと、まあ、そういうスタジオ台本というのが一つあります。で、まあ、もう一個はナレーションといって、まあ、VTR という、まあ、いろんなところでロケしてきたものを映像に収めておくというものがあります。まあ、そこに、補足の説明を入れるナレーションというのを書く。まあ、そのナレーション台本と、まあ、スタジオ台本というのが、まあ、主な、2つの、書き物という感じですね。割合的にはご自身だと今どれぐらいの割合でどっちどっちみたいな感じですか？まあ、スタジオ台本の方が、まあ、割合は多いのかなという感じでしょうかね。フリーランスってことなんで、まあ、決まった職場とかはないのかもしれないですけど、いわゆるそのお仕事関係の雰囲気みたいなのっていうのはどうですか？やっぱりその変わった人は多いかなという感じですね。テレビの仕事とかやる人っていうのは、やっぱりちょっとなかなか安定収入っていうのが難しい世界だと思うので、まあ、その分ちょっとこうね、博打性はあるというか、まあ、面白いものを作れれば仕事になるし、作れなければやっぱり何もなくなってしまうというところで、
だからそういう意味では、まあ、まあ普通の感覚とはやっぱりちょっと違う人が多いなというのは思います。ちょっとずれてる人というか、ね、まあずれてる人っていうのも多いですよね。まあ、普通の会社勤めたらクビになるだろうなっていう人も結構います、ね、今フリーランスってことですけれども、そのフリーランスっていう形態に対して、あの将来の不安みたいなのってあったりしますか？あ、それはもちろんありますね。今こういうね、ネットの動画というものがすごく流行ったりとか、で逆にテレビっていうのが、まあ、視聴率というものが低くなってきたりとかっていう時代ですので、まあ、いつどういうメディアが流行るかっていうのはもう、うん、その時代になってみないとわからないので、まあ、だからそれを常にアンテナ張ってそこについていくっていうのが大事じゃないでしょうかね。最後にその将来的な目標みたいなものがもしあればお伺いできれば。この日本の、まあ、テレビだったりラジオだったりというクオリティも高いと思うんですね、僕はね。だからそれをまあこう海外に、そのフォーマットをこう出すような仕事ができたら一番いいかな。で日本でやってるような番組とかを海外でも同じような形態でできたらみたいなことですか、ね、うん、そうですね、まあ、その日本のやり方を踏襲した上でまた向こう の, その海外のその土地のやり方に合わせてアレンジをしていくというようなことができたら一番いいんじゃないでしょうか。